どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしたい中根人、エルザです。今回は、レーサーが実装されて、そろそろいろんな使い方が試した頃かなと思います。なので、ガチャの判断を改めてやってみたいと思います。まあ、実装日でもね、解説はしていますが、戦闘の回数を重ねると変わってくる部分っていうのはもちろんありますので、適正の感じ方とかね、そのあたりを話していきたいなと思います。特にアタッカーや耐久の所持数によってこのあたりの考え方は変わってくるのかなと思います。なのでそういったことを考えつつ、今回はいろんな視点でレイさんのガチャ判断をしていきたいと思います。まあ、こういった方にはおすすめだよという動画になってますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。それではまずアタッカー所持視点でガチャ判断をした時で話をしていきたいと思います。今回は2つの項目で話していきます。まず1つ目、どのアタッカーでもレイさんに関しては使えるというところです。レイさんに関しては回復とデバフの性能が全体ということもあって、どのアタッカーとも基本相性が良くなっています。これが本当使ってていいところでしたね。使い勝手がいいし、慣れてしまうと他のキャラが使いづらいなっていうのがあります。しかも必殺技のデバフに関しては読みや長撃や編成で活躍ができますし、追加攻撃に関しては飛翔といった感じで合わせれるアタッカーが多いんですよね。そういった点ではどのアタッカーでも扱いやすかったなと思います。一通り試しましたが、そこまで不快に感じるアタッカーというのはいなかったなと思いますね。続いて2つ目です。生かすなら長撃や編成がいいというところですね。相性の点というところですが、やはり長撃や編成が一番いいですね。まあ、レーサーを簡単にしかも強く扱うならやっぱここがおすすめかなと思います。他では使えないんですが、やっぱここを使った時にズバ抜けて性能が変わるなって思いますね。全体のダメージはもちろんですが、そもそも撃破特攻の数値が高いっていうのがありますので、超撃破のダメージが結構高くなるんですよね。なのでサブアタッカー寄りの火力が発揮しやすくなります。これが思ったよりも高いですね。敵の数が多ければより大きく総合ダメージが出せますし、単体に対しても弱点撃破としてはダメージが出しやすいっていうところがあります。なので、炎弱点ならより活躍ができるっていうところになりますので、ホタルで炎弱点が付与できることを考えると、超撃破編成に最適っていうところになります。まあ、その他にも超撃破編成以外で炎弱点持ちの敵の場合は相性がいいっていうのがありますので、ある程度炎に依存したところはありますが、かなり使いやすいキャラかなと思います。それでは、アタッカーの所持のおすすめについて話していきたいと思います。まあ、こういった順番で優先度を考えるといいよっていうところです。まず大事にしたいアタッカーとしてはホタルですね。超撃破編成のキャラが欲しいっていうところになります。属性的な相性もいいですからね。それに続いてはブートヒルっていうところです。ただ、ブートヒルに関しては、炎弱点の付与ができないので、レーサーと弱点の相性が出てくるのかなというところです。まあ、一番ホタルがいいですね。それに続いて、追加攻撃持ちのアタッカーというところです。まあ、飛翔が今のところは有名ですかね。飛翔の編成の場合は、アベンチニを入れるのが一番いいというのはありますが、レーサーでも十分こなせるってところがありますので、追加攻撃編成でも活躍ができるってところになります。で、その後なんですが、この2つの優先度が終わったら、その他で入れるっていう感じでいいです。その他に関しては、まあ、できれば読みとかがいいですが、そこまで大差はないかなと思います。アタッカー視点で考えるとこんな順番になります。アタッカー基準なら撃破、追加、その他が相性順というところですね。所持数に合わせて選ぶようにしてもらうといいかと思います。続いては耐久キャラ所持視点でガチャ判断した時の話をしていきたいと思います。こちらも2つあります。まず1つ目、2番手でもいいならありっていうところですね。まあ、レーサーの性能に関しては、回復面とデバフ、行動力と、かなり性能が高く優秀となっています。ほんと攻撃回数とかね、思ったよりも多くて、使い勝手がいいんですよね。ただし、編成に特化したものは撃破だけとなっていますので、すでに完成されている飛翔や読み、カフカ編成の採用の際は、2番手になるっていうところがあります。ここに関しては、どうしても最適という部分では2番手になってしまいますね。なので、頬やアベンチュリンを所持していた場合、活躍の場面が狭くなるということがありますので、その点だけは注意が必要です。だからこそ2番手でもいいなら、という方をしています。では続いて、ポイント2つ目です。最適でなくても強いっていうのが魅力的です。これが一番いいところかなと思いますね。編成を組む際に最適で組めないって聞くと、ちょっとね、微妙に思えるかなと思うんですが、使用していて感じるのは、各編成において最適な手数を獲得する部分が足りないだけとなります。どれだけ必殺技を早く打てるかとか、
手数が多くなるとか、そこの組み合わせというか連携になるんですよね。ただレイさんの場合はアベンチニやホホとかの編成においてはどうしても EP 回復だったり手数が足りないってことが出てきます。だからそれよりも劣るっていうだけです。ただその点以外に関しては回復や戦闘の安定という点ではレイさんでも十分賄えるってところがありますので、最適でなくても強い結果っていうのは残せるかなと思います。まあ使ってて代わりとして入れるのは十分かなと思いますよね。なのである程度最適編成が組めてたりとかキャラを十分に持っている人からすると最適じゃなくて物足りなさを感じるのかなと思ったりもします。ですが個人的には使っててあそこまで感じなかったなと思いますね。それでは耐久キャラ所持視点でおすすめのポイントを話していきたいと思います。個人的なおすすめとしてはアベンチュリン、フォフォが最優先、それに続いて代替としてレイサーという順番になります。アベンジニーとポコに関しては相性がいいところが違いますので、この2人の空きを埋めるっていう感覚でいいかと思います。そういったキャラが欲しいっていう人にはおすすめできますね。またアベンジニーやポコを持ってる人っていうところで話もすると、正直この2人を所持していても撃破編成ではレーサーの方が上となりますので活躍はできます。しかも足りなければ足りないで穴埋めとしてレーサーを使うことも可能なので、めちゃくちゃ優秀なキャラとなってるんですよね。どこでも入れるって言えば、まあ2番手で微妙っていうところも言い方としてはあるんですが、そこに入れてしまえば問題ないキャラとも言えますので、所持しておくのはいいのかなと思います。単純に追加、持続、撃破みたいな感じでそれぞれの主軸のヒーラーを持ってると思うといいかもしれないですね。続いてはエンドコンテンツ目的視点でのガチャ判断を話していきたいと思います。エンドコンテンツに関してはね、使い勝手とか編成に左右されるところはありますが、個人的な話をしていきたいと思います。まず一つ目、虚構叙事や末日目的ならありっていうところです。レイサーに関しては敵の数に依存せず全体を攻撃しながら戦えるのが強力なところとなります。しかも攻撃しながら回復も行えるので、SP 管理さえできればかなり扱いやすくなってます。虚構叙事と末日に関してはすごく扱いやすいヒーラーだなと思いますね。このあたりはホホと比べると一番わかりやすいかなと思います。ホホって攻撃はね、微妙なところはありますからね、そこを補えるっていう意味ではレイサーは扱いやすかったなと思います。続いて2つ目ですが、全体回復が今後も刺さりそうというところです。エンドコンテンツで活躍するキャラっていうところでは弱点をつけるかっていうのも重要なんですが、攻撃しながら回復ができるっていうのはサポートキャラも攻撃要因として採用がしやすくなります。ここが非常に扱いやすいところなんですよね。アベンチュリンが採用されやすいところって、耐久を持ちながらカウンターで攻撃ができるっていうのが魅力だからです。しかもこれがレイサーの場合は全体となっていますので、そこがすごく魅力的なんですよね。回復に関しても単体ではなく全体となっていますので、常に敵と味方を全体で管理するってことができるのが非常に強いかなと思います。この全体っていう部分では先ほど話した虚構叙事だったりとかはかなり寿命が長くなるのではないかなと思っています。それでは3つ目ですが、最適が組めなくても欲しい補助キャラかなと思ってます。まあ、回復デバフ攻撃それぞれが今後もコンテンツで活躍ができる全体性能となっていますので、先に確保しておくのはありかなと思います。まあ、エンドコンテンツをかなり良くしてくれるかっていうのは別として、エンドコンテンツに最適なキャラの一人ではある可能性が高いので欲しいなっていうところが個人的にはあります。まあ、おすすめは全然できるかなっていうところですね。それでは最後になりますが、各項目から見たガチャの判断について話していきたいと思います。結構個人の主観を入れて話していきますので参考程度にしてください。ではまずキャラ相性で見た時のおすすめ度について話していきたいと思います。こちらに関しては星5つですね。まあ、耐久枠が少ないならぜひ引いておきたいキャラとなっています。レーザーに関しては超撃破編成をはじめ追加攻撃や読み編成など活躍の場面が非常に多くなっています。この活躍ができる範囲が広いっていうのが魅力的なんですよね。しかもポポは復刻したばかりで、アベンチュリーもいつ確定なのか分かりませんので、そういった意味では安定して引けるっていうところでレーサーはいいのかなと思います。まあ2番手っていうのが気になる人もいるかもしれませんが、高精度を持っているのは間違いないところではありますので、正直欲しいキャラかなと思います。引いてて満足度は高いキャラになってますね。それでは続いてエンドコンテンツ攻略でのおすすめ度っていうところです。これに関しては星2つです。これに関してはクリア目的だったら引くのは全然いいかなと思うんですけど、ハイスコア狙いとなった場合は考えものだなっていうところです。まあレイさんの攻撃と回復は非常に優れてるっていうのはもちろんなんですが、ハイスコアを狙えるのかって言われると編成の揃え具合に依存するかなっていうのがありますね。
なんだかんだやっぱ編成が揃ってなんぼだと思ってます。なのでエントコンテンツ目的だけで縛ると活躍のイメージズレが出るのかなと思いますので、そういった方はちょっと注意が必要なのかなと思います。それでは最後です。個人的なおすすめ度についてです。おすすめ度としては星5ですね。まあ、北条キャラとして所持しておきたいなっていうキャラになりました。まあ、これ使えば使うほどやっぱ思いますね。で、レイザーに関しては回復だけでなくサブアタッカーとしての火力を出す要因として珍しい北条になってるんですよね。これに関してはフォフォをずっと使ってると思うんですけど、火力面っていうのは本当に重要で欲しい要素だったんですよね。しかもあのギャラガーよりもダメージを出す機会が多いですし、個人的には攻め寄りのヒーラーは今後も活躍すると思うので、ガチャはおすすめできるキャラかなと思います。結構ね、前伸びのヒーラーって助かりますからね。火力が出せる要素として超撃破も今はありますし、そこと相性がいいっていうのは非常にいいところなのかなと思います。なので個人的には引けるのであれば引いておくのがおすすめできるキャラかなっていうところです。これに関しては正直実装当日よりもかなり評価は上がったところかなと思いますね。使えば使うほどちょっとびっくりする要素が多いというか、強かったなという印象があります。特に超撃破編成においては効率が上がったところがあるので、そういった点ではいいのかなと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。